どうもどうも、井上マンでございます。どうもミルク佐藤です。やってまいりました、ミルアカ。今日は何でしょう、こちら。どん出ました。わっ、なでしこジャパン VS スウェーデン代表の敵軍解析。いやー、そして今日はゲスト DJ わたるさんです。お願いします。お願いします。スウェーデン倒すぞ気合が入っております。ということでね、はい、もう WE リーグ200試合でしたっけ、全部見てるというね。220試合はい、全部観戦ですし、で YRCC 横浜のスタジアム DJ でもありながら、 DJ わたるのサッカー伝道師チャンネルで今ね、はい、非常になでしこジャパン持ってくれているという、はい、女子サッカー博士でもあります DJ わたるさん、はい、もう連日ありがとうございますけれども、はい、ありがとうございます、はい、いろいろ教えていただきたいと思います、はい、さあ先生いきましょう、はいはい、はい、ってことで今回は、うん、まあ、ベスト8スウェーデン代表と戦うことになりますけれども、はいはい、やっぱり強敵ではありますよね、渡辺さん。FIFA ランキング3位アメリカを破ってここまで来ました。あら、そして、はい、あと2年前ですか、はい、東京オリンピックで日本代表はそこのスウェーデンに敗れています。はい、リベンジマッチです。そう、はい、だけど渡辺さん、そんなスウェーデン代表に勝つための攻略法、え、はい、あります。はい、攻略法ありますね、よかったです、はい、うん、ということでどんなところが攻略法なのかってところとか、なんならそれこそ滑っててどんな特徴があるのかってところも含めて、今日は聞いていただこうと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ミルワカ毎日やってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ってことでやっぱり渡るさん、スウェーデンのやっぱりポイントといったら、はい、まあ高さですね。ですよね、と。はい、まあ、かなりだと聞いてますよ。はい、まあ、もう170センチ超えの選手がゴロゴロいると。やっぱり攻撃はもうここを使ってくるっていうところですよね。76、80超えもいる。80超え、キーパーのムショビッチ選手は180センチ。すごい。ちょっと渡るさんにせっかくだから、ちょっとあのデータ作っていただいたんですよ、マーさん。はいはいはい。それがね、こちらになります。はい。こちらスウェーデン女子代表のメンバーということになるんですけど、赤文字で書かれている方々がなんと180センチ超えの皆さん、はい、170超えが黄色文字でしょ。うそうなんですよ、はい、これ日本は170超えは数人しかいない。3人ですね。3人、はい、3人、はい、わー、たっけー。これなでしこジャパンの下に書いてもくれて、はい、いただいてますけど、なでしこジャパンの平均身長は 164.6 っていうことだから、うんうんうん、スウェーデン代表がね、その上に書いてますけど、6センチ違うんですね。頭1個分ぐらい違うってことですからね、言ってみれば。当然、そういうことになりますよね。それを生かしてくるわけですよね。そうですね。アメリカとの対戦の時も頭1個分ぐらい出てたんで、結構。怖いぜ。それ考えると、やっぱ、ジャンプしないで180ってことは、ジャンプしたら2メーターぐらいいくってことじゃないですか、もしかしたら。はいはいはい、それをやっぱ相手ね、守備の時は抑えなきゃいけない。で、攻撃の時もね、はい、それに勝たなきゃいけなかったりするので、はい、まあ、そこでどうするのかっていうところですけども、やっぱり機動力が一番、うんうん、やっぱりなでしこジャパンの武器としてやっていくところなのかなっていうふうに思いますね。なるほど。じゃあやっぱりなんか前回のノルウェー戦に近いような感じで、はい、あの、いわゆるスウェーデンは、まあ、高さが日本に対して優位性を合ってる状態で、うん、日本はスウェーデンに対してこうスピードとか、まあ、そのカウンターみたいなところに優位性を持ってるみたいな感じで大丈夫ですかね。はい、まさにそうですね。はい。なるほどね。まあ、だからこそ宮澤選手、そして遠藤純選手、まあ、出ることが予想されるので、そこの左からの攻撃でえぐってマイナスで田中美奈ドーンですね。なるほど。もう見えてらっしゃる。イメージが見えてらっしゃる。イメージが見えてさすがですね。でも東京オリンピックでスウェーデン戦、点決めてるのが田中美奈選手ですから。あ、そっかそっかそっか。でかいな、はい。スウェーデンキラーみたいなのがちょっともしかしたらね、あるかもしれないですし。いやー、リベンジ果たしたいですけれども。うん、はい、うん、まあ、セットプレーとか気をつけたいですね。でもね、そうですね、守備としてやっぱりセットプレー、コーナーキックでやっぱり4点決めてるので、今大会、スウェーデンが。うわ、右コーナーから3点、左コーナーから1点。うわ、で、その中でもイレステトという選手、ディフェンダーながら、センターバックながら、今大会3得点決めてると。やば、形があるわけだ、コーナーキックの、はい。全部コーナーです。いやー、こればっかりはな。あ、ちょっと厳しいですよね。まあ、与えないようにした、与えないようにした方がいいですかね、コーナーキックを。もちろんそうですね、コーナーキックを与えないようにするのもそうなんですけども、はい、もう与えちゃったらもう体を先に入れるとか、当てるとかっていうところをまずやってほしいところですよね。なるほど。あのノルウェー戦でもね、高さにやられてますからね。そうだよね。そうですね。まあ、右からのクロスで1本やられましたからね。ただ、ある種、はい、あの、ノルウェーもそう来るって分かってて1点に
とどめたっていうことは、仮想スウェーデンはちょっとやれてんじゃないかっていうところもあるわけですか。そうです、そうです。もうノルウェー戦で仮想スウェーデンできたなと。見えたなという感じですね。抑え方は見えたなっていう感じですね。ああ、なるほどね。あと、まあ、やはり FIFA ランキング、はい。あ、どうぞどうぞ。やっぱり FIFA ランキング3位ってこともあるので、はい、ノルウェーよりはやはり実力は上になるわけですよ。なるほど。まあ、なのでスピードもやっぱり1本1本2本速いのかなっていうところはありますね。ただアメリカとね、激戦を延長までやった上に PK までいってると、うん、そうだ。そして日本よりもやっぱり私は1位突破ですから1日休みが少なかったわけですよね、この日までに、はい、そうです、うん、これはだいぶいいんじゃないですか。疲れてんじゃないですか。めちゃくちゃアドバンテージじゃないですか。はいはいはい、ね、これは余裕があると思いますよ、多少は。ねえ、はい、ね、しかも西さんの天ぷら食べてもう、ね、日本はねJFATV 見てますから私も完璧ですからね。あとだから渡辺さん、今イレステト選手ってところで、まあ、彼女はそれも守備もそうだし、はい、あと攻撃の時のセットプレーってところにも注目しなきゃいけないとか、注意しなきゃいけないってことをお伝えをいただきましたけど、はいはい、もう一人なんかキーマンがいるみたいな話聞きましたけど、はい、イレステト選手ではなく、もう一人がゴールキーパーのムショビッチ選手、チェルシーのムショビッチ、はい、はい、まあ、このキーパーなぜかチェルシーで第二ゴールキーパーなんですけど、いや、どんな、どういうことなんですか。それだけもっといいキーパーがいるんだ。そうですね、ドイツ代表のゴールキーパーがいるんですけど、まあ、ムショビッチ選手は180センチ超え でか、まあリーチがあると、うん、やっぱ普通にコーナーキック上げてもやっぱ普通に取られちゃうので、はい、だったらノルウェー戦と同じようにデザインされたコーナーキックとか、うんうん、デザインされたセットプレーっていうのが結構鍵を握ってくるのかなっていうふうには思いますね。はいはいはい、はい、なるほどね。まあそういった意味でやっぱ長谷川選手とか、まああとは後半から直本選手とかを使ってもいいのかなって思います。やっぱキック精度があるので。なるほど。直本選手のキック精度、ここにも期待してもいいかなというふうに思います。なるほど。気になるのはこの前線のアーセナルの S ブラックステニウス選手。すごいお名前ですけども、これ、はい、ブラックステニウスもやっぱ高いし、はい、ポストプレーもうまいで背負える選手なので、はい、こういうやっぱり高くてフィジカルのある選手は、まあ、日本がちょっと苦手なところもあったりするので、はい、ここをやっぱりで熊谷選手、南選手がガシッと、ね、ベアリバーと、はい、ね、ベアバリーとね、サウスが、ね、ブラックステニウスを迎え撃つわけですから、はい、そうですね、はい、はい、飲み込んでやりましょう。飲み込んでやりましょう。なるほど、はい、じゃあ逆に渡るさ、この、はい、日本が攻撃でこう点を取るにはなんかどこつかなきゃいけないみたいなところとかありますか。うん、まあ、やはりサイドで相手の左サイドですよね、うん、相手の左サイド、ここちょっと穴なんじゃないかなというふうに思いました。まあいろいろこの今大会の、まあ大体僕はイスラエルの試合見てるんですけども、はい、やっぱここを突かれることが多かったんですよね。右から上げられたりとか、右からっていうところで、左サイドバックのヨンナ・アンデション選手、はいはい、あ、この一番上のこのハンマルビンの選手、そうですね、ここがちょっと穴なんじゃないかなと、というのもまあ瞬発力ちょっと一歩遅いところがあるので、ーボールウォッチャーにはなりがち。そこにちょっと穴がアンデションってことですか。穴がアンデションですね。ありがとうございます。で、そこはやっぱり清水梨紗選手ですよね、右のウィングバック、はい、ここが当たるので、とあと藤野選手、はい、なので、まあ、やっぱり日本は左から起点を作ることが多かったりするので、はい、で左で起点を作って右に振って右からっていうのもありですし、クロスボールに対してやっぱりちょっと走れて清水選手が中に入ってくるっていうことで攻撃に分厚み厚みを増すっていうこともあります。なるほど、なるほどね。だ、渡辺さん、でもあれっすよね、さっきあの、はい、途中でその宮沢遠藤みたいな話もありましたけど、はい、なんか日本代表ってビルドアップするよってふうになったら、基本的に南選手から始まること多いじゃないですか。多いですね、はい。あと、多分ですけど、これもうマンデーライブとかでもちょっとちらっと言ってもらいましたけど、はい、多分この日、その高さ対策ってことで、またね、はい、開幕のザンビア戦で出場したのは石川選手が起用されるんじゃないかみたいなところがあるんで、はい、うん、ちょっとなんかディフェンスライン、こんな感じになりそうじゃないですか。3バックじゃなくて、ちょっと、清水選手がちょっと飲み込まれる形になるような4バックみたいな、はい、そういう形式になる可能性あるかなと思うんですけど、はい、そうなるとこのね、アンデション選手狙うには清水選手だとめちゃくちゃこう行かなきゃいけなくなりますけど、これ大丈夫ですか。全然余裕です、大丈夫です。鉄人ですから、鉄人自体です。心臓肺が何個あるんでしたっけ。5、6個ありますから。
大丈夫ですよ。あんなおしゃまな顔してですか。はい、ね、ずっと走ってるんですから。そうですよね、ずっと走って衰えないんですから。ゴール前詰めてんですか最終的に。ね、相手のボール奪ってシュート決めちゃうんですから。いやーリサさん、リサさんお願いいたしますよ。すごいですよ。そのあとフォーバックになると左の南選手、もともとセンターバックですけど、うん、ローマで左サイドバックやってたりとかするので、あ全然もうあの南選手に関して左サイドバックだろうかなんだろうか問題ないんですよね。はあはあはあ、で今回やっぱり左サイドバックをやる選手が少ないんですよ。本職の左サイドバックっていうのはあまり呼んでないんですよね、うん、はい、なのでそういう意味で南選手がやっぱ左サイドバックができるからこそ、まあここでああのそこまで呼ばなくてもいいのかな。ウィングバックもあるしっていう、なんかまずあれですね、はいはい、思えばなでしこジャパンと森保ジャパン一緒ですね。あだって左サイド南選手より伊藤洋樹選手、中山雄太選手がちょっと被って見えるというか、確かに確かに、はい、まさにですね。でそこでビルドアップスタートしてくれれば、近場の遠藤宮澤というところからパスワークで崩していくパターンもあるし、はい、まあ、南からいわゆる長谷川経由で例えば右サイド使って、はい、その時にはこう清水選手をちょっと高く上げておいて、うん、まあ、淵の清水ってところで裏取ってみたいなところからマイナスの折り返しで田中美奈ドーンみたいなパターンとかね、はい、まさにこれいくつも見えてきますね。そう考えるとね、そうですね、かなりバリエーションは今大会攻撃のバリエーション多いなっていう感じがしますし、やっぱあとは長野選手ですよね。ここでやっぱゲームを作る能力があるので、うん、どちらかというと、まあ、結構動画でも言ってますけど長谷川優選手はちょっと上がり目になるので、うん、やっぱここを上げさせないとやっぱ攻撃に厚みが増さないので、うん、長野選手で、南選手長野選手とかで作ってで長谷川選手に預けて最後右ズドンみたいな感じが結構期待されると思うので、やっぱここ関係性いいっすよね、はい、長谷川さんと長野さん。いいですね、はい、なんか小学校の時からずっとやってたような感じがしますけどね。はあ、これどうなんですか、スタミナのこともあるからこのラッシュをかけてくるのか、それとも一旦引いてくるのか、それとも日本はそれに対してどうするのかとか、序盤の予想で言うと渡辺さんから言って、いやもうスウェーデン的には序盤からガン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 来るんじゃないかなっていうのは予想されますね。やはり、まあ、スタミナっていうことを考えると移動距離とかの問題もあったりするので、そうするとスウェーデンはもう90分で仕留める先取点大事みたいなね。なるほど、そうですね、先取点大事ですね。バンバン掘り込んでいきますか、バンバン掘り込んでいきますか、来ると思います、かなり右から来ると思いますやっぱり。なるほど、はい、で今大会しかもなでしこジャパン先制点されてないんですよ、あの失点を許してないんですよ先制点で、はいはいはい、なのでやっぱり先取点っていうのはスウェーデンは確実に狙ってくると思います。ガツガツ来ればコーナーキックも取れるしね。そうですそうです。日本はどうしたらいいですかこれは。まあ、まずもう左サイドを仕掛けて、やっぱ右サイドを相手の得意な右サイドを押し下げる、ラインを下げるっていうのをまず。なるほど。ああなるほど。相手のライン。だからこっちもガツガツ行こうじゃないか。引くんじゃないか。攻撃はボーグナリーですね。そうですそうです。まあ、相手のラインを下げさせろと。遠藤宮澤で行こうじゃないか。なるほど。なるほどね。ノルウェー戦も、ね、ノルウェー戦ですよね。そうですね。ほぼね。はい、まさに。やっぱりノルウェー戦も左から仕掛けて右サイドバックがめちゃくちゃ疲れてたのでやっぱりそういう考えて交代しちゃいましたもんね。はい、なので左かなと思いますね。なるほど、はい、なんか倍ぐらいの日本よりも移動距離があると聞きました、ね、あそうですそうです、ね、もう僕ちょっと調べさせていただいたんですけども、まあ大体こうスタジアムからスタジアムっていう移動でね考えたら、はいはい、日本は2741キロ、はいはい、で飛行機で移動すると3時間45分。まあまあまあ。で、スウェーデン、5954キロ、16時間40分という。うわぁ、倍以上ですね。ここまでの戦い、結構、日本はずっと、一通過だし、ニュージーランドでやれてますよね。はい、ずっとニュージーランドでやれたんですけども、スウェーデンに関してはグループリーグの参戦まではニュージーランド、はい、ラウンド16のしかもアメリカ戦がメルボルン、うん、オーストラリアで準々決勝でニュージーランドっていう。いやー大変なるほど大変です。はい、これは1日スウェーデンは少ない、休みが少ない上に、うんうんうんはい、国まで移動しなきゃいけないんですね。だからいろいろもつれてこうね延長とかなった時にやっぱこう日本の方が勝機はありますわね。これはありますね。2000キロ以上移動しなきゃいけないんで片道。なるほどね。だから体力的には日本がだいぶ有利ですよねってことですね。有利です、全然有利です。はい、これはいいですね。なるほどですね。分かりました。はい、いきますよ。
ってことで、この試合を我々は、はい、あ、そうなんですよ、同時視聴を一緒にやってくださるということで、渡るさんがね、はい、ぜひぜひぜひ、お願いします。ちょっと、はい、形はね、こう両チャンネルで渡るさんのチャンネルと同時にやるのか、はい、どうなるのかみたいなこと今から模索してるんですけど、とにかくやりますので、ね、日本初じゃないですか。違うなかなかないよねさあサブ、ね、副音声でもないんですけどね、ちょっと絵だけ変えようかみたいなね感じで、はい、そうですね、そんな、はい、ということでございます、ね、はい、どっちかのチャンネルだけ表情を 出させてもらってみたいなね感じで、そうですね、顔、我々の顔見たいのかどうか分かりませんけど、ね、なんか、ね、楽しくワイワイいけたらなと思ってます、ね、金曜日、はい、金曜日、はい、はい、ですね、はい、はい、4時半から、はい、やりますね、皆さんよろしくお願いします。勝ちます、ね、ありがとうございます。やっぱりね、3人で喋るとちょっと譲り合っちゃうからね、あの配信の中で慣れていったらいいですね、やっぱりねとかその問題もあるんですね、お互い譲り合っちゃうからね、ただでさ、あのズームってちょっとずれるんだけどね、うん、先生と僕長いからそういうとこバッタリしないんだけどもね、はい、遠慮しないでどんどん入ってきてくださいね、渡辺さんも、ね、ありがとうございます。当日もね2時間ぐらいありますから、はい、お願いします、はい、というわけでございまして、先生ありがとうございました、渡辺さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。決戦は金曜日ということでございます。当日賞でお待ちしております。ありがとうございます、はい、ということで渡辺さんのチャンネルの方も楽しみにしておいてください。渡辺さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。いくぞベスト4優勝、はい、ありがとうございました。こちらもチャンネル登録よろしくで、渡辺さんのチャンネルもよろしくね、バイバイ。